こんにちは、グッピーこずえです。今日は私がテンション上がる常備菜4品を作っていきたいと思います。まずはキャベツのナムルです。刻んだキャベツを茹でて、で、普通やったら塩とか入れるんですけど、ちょっとこれは瓶に詰め替えてるんですけど、この韓国うまみ調味料のだしだを入れます。こんな超簡単にナムルができます。じゃあ次はエビマヨです。若干ね、ちょっとフライパンの大きさを間違えましたけど、女子ってほんまマジでエビ好きやから、初デートにはエビを食わせっていう、もうことわざがあってもおかしくない。エビマヨはこれがあるとすごく簡単に作れます。まあ、甘さはお好みで入れます。待って、親指きたな。この状態のエビマヨはちょっとね、ぐちゃぐちゃな感じありますけど、盛り付けるときはこんな感じで持ったり、この上に100均で売ってるローストガーリックとかを添えるともっと美味しくなります。続きまして、手羽中を甘辛く炊きたいと思います。こんな感じかな。切り干し大根いきます。炒めます。簡単にもう顆粒だし入れて、あとは味を自分好みに醤油、砂糖とかで調整します。切り干し大根もできました。ちょっと待って、絶対美味しいやんこれ。できました。4品。これがまずキャベツのナムルなんですけど、まあこれは普通にこのまま食べてもいいですし、あ、ちょっと段ボールさん、塩焼きそばとかにしたらまためっちゃ美味しいんですよ。切り干し大根です。ご飯と一緒に食べてもいいし、ご飯に混ぜ込んでもいいですし、エビマヨなんですけど、またパンに挟んだりとかしてサンドイッチにしても。こちらが手羽中を甘辛く炊いたやつです。これで日本酒とかいけますよね。いい感じに盛ってみたいと思います。見てください、いい感じ。めっちゃいい感じやん。やろ？もうめちゃくちゃテンション上がってます。いただきます。いやもうさすがにこれね、ちょっとね、お昼やからお酒とか飲まれへんけど、この日本酒の感じやったらもう最強。このチョコチョコ当てみたい。まずはこのキャベツナムルから。うまっ、ちょうどいい。ちょっと濃いぐらいがちょうどいいですね。これは焼き鳥屋とかの突き出しに出てきたら絶対原価安いけど絶対怒らんやつ。これ美味しい水なんで、私がなんか透明の液体をちょこちょこしたものと一緒に飲んでたら絶対日本酒に見えるな。こちらの切り干し大根を、これ結構濃いめに炊いたんかな今日。うん、結構濃いめ、田舎の味付けって感じ。やっぱ干し椎茸を入れると本格度がぐーんと増すわ。エビマヨいきます。白ワインに合いそうな味がする。あ、これちゃんとお水なんで、ほんまにおいしいおいしいおいしい。あ、でもエビマヨおいしいな。これは女子が好きな味や。もうこのままいこう。ほろほろしてる、おいしい。結構強火で炊いてもよかったんかもしらん。最後結構強火で炊きました。あ、これはこう手羽中リップグロスにもなるからめっちゃおすすめです。美味しい。もう一回食べよう。やっぱ常備菜でちょこちょこおかずを出されたらほんまにめっちゃ嬉しいと思うんですよね。お酒と一緒に出してもいいし、おにぎりと、もうこれでいいじゃないですか。お昼ご飯とか彼氏とか旦那さんに晩酌のお供に出したら、あ、今チータラで一杯やるか。ちょっとあんた待ってや、ちょっとチータラって寂しすぎるやろ。もう名前が寂しいやん、チータラって。チータラってもう名前が寂しいから。今日は常備菜でちょこちょこおつまみ作ってみました。え、なにこれ？ちょこちょこ。めちゃくちゃ先生やん。やばい。ちょっとこのチータラ封して直しといて。チータラ明日食べる。いやもうチータラも明日食べるから。おいしい。おつまみはちょこちょこやけど、お酒はいっぱい飲めそうってなるわ。毎週金曜日は女芸人の自炊事情という料理動画を配信しております。お金をかけなくても外食しなくても家で楽しい料理や美味しい料理を作ったり、普通よりちょっとでも面白い料理動画を更新できるように頑張っておりますので、よかったらチャンネル登録とこの動画がちょっとでもいいなと思ったらグッドボタンを押して応援してください。今日はちょこちょこおつまみを作ってめちゃくちゃ飲んだつもり貯金をしたいと思います。めっちゃ首絞めてた。ではではでは。